ーヒーが飲みたかったな。でですね、今日の朝食メニューなんですけども、ガスを使ってやろうと思うんですが、ベーコンエッグ、今回はニューアイテムを持ってきました。こちらです。クローバーキャストパンっていうフライパンですね。1個が13センチ、直径がですね。ここだけちょっと5センチの、部分があるんですけど、まあ、基本この4つということで、この4つで同時にちょっと作ってみようかなと思います。だからまあベーコンエッグだとしたら4つあるんで、ベーコンエッグじゃなくてベーコンとエッグにしましょうかね。で卵で、あと、まあ、こっちは目玉焼きですけど、ここでスクランブルエッグにしようかなと思います。でもう一個ちょっと空きがあるんで、この4つ目の1個空いたところはですね、これやりましょうかね。ポップコーンね、使いかけですけど、ちょっとこれでやってみようと思います。まあこれ4つ同時に調理ができるっていうものなんですけど、全体に同時にこう熱がいきますんで、まあ、具材によってですね、調理時間って違うじゃないですか。だからこの入れるタイミングっていうのをしっかりやらないと、まあ例えば焦げすぎたりとかするみたいなんですよね。なのでちょっと先にそのしっかり準備をしてから、まあ、すぐに投入できるようにしたいと思うんですけど、ベーコン、それから目玉焼き、スクランブルエッグ、ポップコーン、一番時間がかかりそうなのはポップコーンかなと思うんですよね。で、その次が目玉焼きで、あとベーコンとスクランブルエッグは一番最後でいいかなと思います。で、ちゃんと蓋もあります。こう2つついてますんで、1個目玉焼きで1個ポップコーンで使いたいと思います。さあそれではですね、これ入れるタイミングミスらないように頑張りたいと思います。ちょっと火をつけます。うまくいったな。ポップコーンからいきます。カリカリでもいいです。あ、ポップコーンが弾け出した。あ、ベーコンが早い。ベーコン思った以上に早いな。以上。目玉焼きがね、早すぎたかな。ポップコーン頑張れ。頑張れ。目玉焼きはやばいことになるよ。ベーコンがカリカリベーコンになっちゃう。それはそれでいいんですけど、ポップコーンがちょっと勢いがないですね。でこれちょっとじゃあスクランブルエッグいきます。
あ、スクランブルエッグやっぱ早いな。いや、これはこれ以上は無理だ。よいしょ、終了。もうね、ベーコンがポップコーン中途半端ですけど、もうここで終了です。うわ、目玉焼き完全に火が通っちゃいました。ポップコーンはちょっと中途半端です、ね、こんな感じになりました。じゃあちょっといただいてみます。うん、あ、オッケーオッケー。ベーコン、もうね、完全にカリカリベーコンです。あ、これはこれで美味しいけど、お酒のつまみになるのか。で、スクランブルエッグ、あ、これはいい。最後にポップコーン、バターと塩の加減がいいですね。ただちょっと不発コーンが多いので残念な感じですけど、これ難しいな。もう事前に4つの料理の調理時間をリサーチしてないと難しいですね、この4つ同時に。朝忙しい時とかに朝食、まあ、まさにその朝食をちゃちゃっと作るのにはいいかもしれない、うん、カリカリベーコン美味しいな。ただ真っ黒になっただけでした。破裂しませんでした。ということで、ごちそうさまでした。はい、ではですね、もう朝食も取りましたし、周りの景色もね、堪能しましたんで、そろそろ撤収したいと思います。時間がですね、9時15分、ね、結構ゆっくり来ました。で、まあ撤収した後もちょっとね、すごい綺麗なんで、しばらく景色とか向こうの方にある滝とかね、そんなの見ながらちょっとここでのんびり過ごそうかなと思ってます。とりあえずあれを片付けましょうか。はい、撤収完了です。いや、ちょっとねゆっくり撤収しまして、10時31分撤収しながら写真撮ったりとかですね、いろいろやってて、随分時間かかってしまいましたね。まあとにかく今日も川の水がものすごく綺麗ですね。まあここまで歩いてくるのが結構大変なんですけど、すごくいい環境ですよね。今回はキャンプされてる方がもう一組、来る時にいたんで、寒ソロではないんですけど、まあこのシルバーウィークっていう連休の中でこれだけ人がいないっていうのはかなりの穴場なんでしょうね。ということで今回のキャンプはこれで終わりになります。ちなみにですね、荷物これだけあるんですよね。まあそこのゴミと、それからこの荷物、
来る時も2往復したので、またね2往復して帰りたいと思います。いやでも本当にいい場所でした。お世話になりました。